ゲルマラジオの作り方を説明します。ここにある部品がゲルマラジオを作るための部品のすべてです。まず最初に注意しておきたいことがあります。ラジオを作る上で選曲するための部品として電波を受信するバーアンプなどバリコンがあります。実はここに2種類のバリコンとバーアンテナがあります。まず組み合わせが大切で、バリコンで端子が2つしかない、ついていないバリコンはストレートラジオ用のバリコンです。この場合必ずそれ用のバーアンテナを使います。インダクタンスが330マイクロヘンリーと書かれているものはストレートラジオ用のバーアンテナです。その場合は必ず端子が2つついているバリコンを使います。で、今回はスーパーラジオ用のバーアンテナとバリコンを使います。これは手持ちの関係です。ですからラジオを作る場合には、バーアンテナとバリコンは対になって選ばなければいけないということになります。このバリコンとこのスーパーラジオ用のバリコンとバーアンテナを使って作ります。次にこれがゲルマニウムラジ、ゲルマニウムダイオードです。これで電波を検波して音声信号に変換します。もう一つ、昔はクリスタルイヤホンを使ったんですが、なかなか手に入りづらいのでこの圧電素子をイヤホンの代わりに使います。圧電素子のイヤホンの代わりに使うので、適当なボールペンも使わなくなったボールペンを用意して、この空洞の部分をこれを利用してこんなふうにくっつけてですね、イヤホンに作り替えようと思っています。まずラジオの配線の仕方ですが、この図のようにバーアンテナコイルの白をバリコンの端子、黒をバリコンのこの端子につなぎます。次にゲルマニウムダイオードをここにつけます。次にここからこのように端子を取り出して、ここにイヤホンを取り付けます。このままでは全く電波は受信できないので、ここからアンテナを取り出します。このようなビニール線を10メーター程度接続して、ベランダから外に投げ出します。木造の2階建ての家です。そこから、アンテナを2階の窓から1階に向かって投げるとよく受信できるようになります。回路を作るのにブレッドボードを利用したいと思います。そのために少し前もって前処理をします。これがバーアンテナですが、4本出ている端、それぞれこのようなピンを立ててブレッドボードにさせるように作っておきます。同じようにバリコンですが、このようにピンを立ててブレッドボードにさせるようにしておきます。それではゲルマラジオを組み立ててみたいと思います。まずここにスズメッキ線で上下の帯の部分、導通しますが、つないであります。で、そこにアンテナの白と黒が来るように差し込みます。反対側にバリコンのこの2つの端子、これがフェライトバーアンテナの白と黒のところに来るように差し込みます。これで電波を受信する部分は出来上がりです。ダイヤルで選曲します。同調回路と言います。次にダイオードです。ゲルマニウムダイオード、これをここの部分とここの部分に差し込んで、反対側適当なところに差し込んでおきます。
で、ここに今度はアンテナ線をつなぎます。今現在木造2階建ての2階の部屋から実験を行っていますので、この線の先には約10メーターのビニール線がつながっています。で、これだけでは、音声がイヤホンでしか聞けないので、まずオシロスコープで波形が出ているのを確認するために、このようにつないで、オシロスコープで波形が見えるかどうか確認してみます。ゆっくり回すと、電波が受信できるようになります。オシロスコープでは確認することができます。最後にイヤホンの作り方ですが、ホットボンドでボールペンの筒を貼り付けてイヤホンをとします。感度もいいし、低い音もよく出ていいイヤホンができました。次はワンチップ AM ラジオ IC を使ったラジオに挑戦してみます。